ドルグルスレンダーガードルジです。あ、間違えた、古賀です。今からね、フォロワーさん、またね、紹介っていうか俺が勝手に、トークで、語りかけて、勝手に喋、ね、りたいと思います。もう喋った気に なってます、正直俺は。もうね、喋った気になってますっていうのを、なってますって言っちゃいましたけど、まあまあ、行きましょうか。はやぶさ、真夜中勢さん。はやぶさ、アットマーク、真夜中勢さん。ありがとうございます。プギャーということでね、それを聞いた僕もプギャーなんですけど、これに関してはね、正直、さすがの俺も、プギャーとしか言えないですね、これは。まあ、プギャーなんですよ。はやぶさ、やっぱはやぶさだけにプギャーってことですよね。要するにね、これは。俺はそう思いますよ。真夜中にやってるのか、真夜中勢ですからね、俺もチーム番が変わればね、真夜中勢に仲間入りなんですけどね。ちょっと今は無理かな。はい、フォローありがとうございます。ヒロハンさん、ヒロハン星さん。ありがとうございます。フォローね。最近ガチャ動画にハマってます。楽しいの多いね。そうなんです。俺もね、一時期ね、黒猫じゃなくて白猫のガチャ動画。まあ、奈良さんですね。奈良さんのやつにめちゃくちゃハマりまして、同じ動画をね、どんぐらいだろう、30分ぐらいの長い動画があるんですよ。奈良さんのちょっと前のやつね。それをね、ずっと永遠とね、リピートして見てた思い出があります。ちょっと気持ち悪いんですけど、なんかね、ずっと流してました、正直。しかも同じ動画ですよ。それくらい見てましたね、ガチャ動画。それがきっかけっていうわけじゃないですけど、そういうのもあって、まあ、自分でもやろうと、やってやろうと思ったのが、まあ、YouTube ね、始めたきっかけでもあるんでね。まあ、やっぱ白猫、そういった意味では白猫というか、奈良さんに感謝ですね、俺の場合は。はい。ありがとうございます。トレモロ、アットマーク、カモメさん。トレモロ？これはラッドウィンプスかな？わかんないですけど、ラッドウィンプスでトレモロって曲があるんですよ。まあ、それは置いといて、正月かもめ二突。うわぁ、これ強いっすよ、多分。めちゃんこ強いっすよ、多分ね。大海原へ旅立ちましょう。大海原へ旅立ちましょう、バイオロー。大海原へ旅立ちましょう。いやぁ、やっぱかもめってめちゃくちゃエロい体してますよね。マジで。これ思うんすけど。はい、今ね。気持ち悪いと思ったやつ、ちょっと手を挙げてください。ビンタしていきます。まあ、ということで終わります、これは。はい、トレモロさん、ありがとうございます。フォローね。本当に。よろしくお願いします。次、ノアさんかな？なんて読むのかな？ノアさんかな？NOAH、ノアさん、よろしく。ということでね。よろしく、音符マーク。ん？みたいな顔文字ね。この、顔文字のこの真ん中のなんかね、なんか、ポムポムしてるそうなところ。このポムポムしてそうなところが可愛いっすよね。顔文字のこの真ん中の、口見のところね。口元のこのポムポム触りたいっすよ、これ。よろしくお願いします。何を喋ってんのか意味わかんないっすけど。正月ガーネットということでね。何この武器？絶対強いでしょ？初めて見るんですけど、こんな武器。極刀、アシュラ、絶。なんとかなんとか。漢字多すぎだろ。あ、いいなぁ。絶対強いですよ、これ。はい、ノアさん。ノアさんかな？ノアさん。はい、ありがとうございます。ね、これからね、よろしくお願いします。はい、次。アップルさん。アップルさん。黒ビラ教、新、ん、し。黒ビラ教、新とかな？あれ？これ新とだっけな？なんかね、あれ俺漢字強いはずなんですけどね、ちょっとテンパってますね、正直今。黒ビラ教信徒ですね、多分。黒ビラめっちゃ強いっすもんね。マジ欲しかった。何回も言いますけどね、結構今一番欲しいキャラでもある、正直。マジで、これほんとマジなんですよ。一番欲しいのは、黒ビラかな、やっぱり。パムも捨てがたいっすけどね。ミカエラ仲間ですよ。これは。また。アップルさん。リンゴは持ってるんですかね？リンゴちゃん。アップルってぐらいだからやっぱリンゴ持ってるでしょ？まあ、わかんないですけど。アップルさん。よろしくお願いします。次、んなんだ
44球。まあ、どういう読み方が新しいのかわかんないですけど、まあ、欲求って読みます、それは。欲求さんね。欲求さん。戦いは常に無駄なく美しく、蜂のように前、蜂のように刺すと。ということですね、多分、これは。エドガルド、羨ましいなぁ。未だに剣でも上位ですもんね、エドガルドちゃんね。エロちゃんね。エロちゃん。いいなぁ、欲しかった。俺の元には微笑めなかった。エドガルドとね、カルディナ。この親子は俺にはね、微笑まなかったですね。あー、エドガルドなー、ちょっとかっこいいんだよなー。ちょっとうちの親父と被るんですよね。うちの親父こんなんなんですよ、マジで。顔色がね。はい、次行きましょう。4突ビルフリート。オノラブが止まらない。やめられない、止まらない。ビールエビセンですよ、これ。くだらねえ。マジくだらねえな。ちょっとビビったんですけど、くだらまさに。今回クオリティ結構低いな。調子悪いっす、今日俺多分。今日はちょっと調子悪いっすね。完全に。自分でも体感でわかるレベルで調子が悪い。この、こっちのね。これの調子がすごく悪い。まあ言い訳っぽいんですけど、まあまあまあしょうがないね、これは。いいな、4突ビルフリートってことは攻撃力1000オーバーですよね、絶対。でも強っ！不死者として。何こいつ、このステータス。チートでしょ。1100ですよ。ほぼ。何こいつ。半端じゃねえな。まあ、こいつのキャラ設定がいまいち俺よくわかんないですけど、お笑い芸人を目指してるんですか、この人は。なんか笑いに結構貪欲ですよね。この人。はい。ありがとうございます。フォローね。次。し。はい。今のはね、まあ、なんでもないです。死ねえかな？わかんない。死ねえかな？ S-H-I-N-E-E さん。はい。コメントもね、タガイズベリーベリーインターシスティンみたいな、感じですね。まあ、要は、よろしくお願いしますってことですよね、これ。日本語に訳すとね。日本語に訳すと、よろしくお願いします、古賀さんということなんで、まあまあよろしくお願いします、ほんとね。ものすごい嬉しいです、そのコメント欄は。そのコメントは僕にね、僕の心にね、深く刺さりましたよ。はい。よろしくお願いします。舌も回ってないしね。次、エリチさん。はい、フォローありがとうございます。原翔。はい、ありがとうございます。次、おぼろさん。おぼろさん、なんか前いな、あ、いないな、おぼろさんはいないよ。おぼろさん、よろしくお願いします。大海賊参上。ってことでね。まあ、ピノ。大海賊が参上したと。ピノちゃんなぁ。いいなぁ。みんななんか黒猫のキャラ持ってるなぁ。まあ俺も持ってるんですけど、そりゃ、あんだけ回せばね、持つでしょ、そりゃ。みんなすごい持ってるよなぁ。だって、金刊さんなんて5種類ぐらい持ってましたもんね。てか、あれ、全部持ってるな、多分。すごくないっすか？コンプリートって。絶対、白猫のガチャって被りやすいでしょ。それなのに、コンプリートするって、よほどの強運ですよね。はい、次。赤ちょうちんさん。よろしくお願いします。おっと、来ましたね。Google カードマンがまた見たいです。ということで、まあ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 。まあね、次の新職業、の時にね、多分彼また、呼ぶと思います。多分 LINE でその時に連絡するんで、Google カードマンにはね。その時に、まあ LINE でちょっと連絡して、まあ彼にも多分都合があるんでね、まあ用事があったら来れないんですけど、多分来てくれるとは思います。次のね、ガチャ動画の時にも。僕自身の引きが弱いんで、やっぱりね、彼くらいの、まあ、一緒に頼らないとダメなんですよ。あいつは何者かって？ああ、あいつは、要は、俺の、兄貴の、嫁さんの、弟の、息子の親戚の、妹ですよ。そうなんですね。結構、まあまあ、だから、昔から結構長い付き合いなんで、まあでも、この前、
あの、私、小金とか、なりすまし、俺になりすましちゃったんで、その辺はね、ちょっと訴えようかな。まあ、出るとこ出ようかな、と考えたんですけど、まあ、長い付き合いなんでね、まあ、そこは多めに見るとします。次やったら、まあ、しばくんですけどね、次なりすましたらね。なりすましはネットで一番怖いですからね、こればかりは本当に気をつけないといけないんで、まあ、多分、次回も来てくれるでしょう、多分ね。LINE するんで、まあ、もし彼とね、コンタクト取りたかった場合は、この動画の概要欄にね、LINE の ID、載せとくんでね、まあ、そちらを見ていただければな、と思います。はい、次行きましょう。上がってほしいです。ありがとうございます。次、カズさん。K-A-G-U、カズさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メアちゃん。メアちゃんですね。かわいいよな、メアちゃん。この前のバレンタインのイベントのね、頬をあからめてるメアちゃんね、やばかったっすよね、あれ。はい、ありがとうございます。魂のルフラン。魂のルフラン。すごい名前だな、これ。プッシュボタンを連打しろ。パチンコですかね、多分。パチンコ感覚の感じですよね。大当たり来ちゃうか、これ。魂のルフラン。エヴァ多分大好きなんでしょうね。僕もエヴァはすごい好きなんですけど。パチンコだとな、結構苦い思い出がありましたよ。もう、今はやってないんですけどね、あんまり。エヴァでね、相当ね、僕の諭吉が、食い潰されましたよ。あ、嫌なことを思い出してしまった。はい、次行きましょう。ありがとうございます、フォローね。次、ブルーベリーさん。チーズケーキ食べたいです。スリナーファム4凸。ということで、まあ、ブルーベリーチーズケーキが好きなんでしょうね、多分。まあね、食べてください。と、言っておきましょう。チーズケーキね。うまいですよね。何派ですか、チーズケーキ。何があったんだっけあれ。レアか、レアなのか、あとなんかあったよな。忘れましたけど。まあ、僕はレアではないですね。なんかもう一種類ぐらいあるでしょ。それですよね。はい。まあ、一緒にね、チーズケーキね、食べれる日が来たらなと思いますね。はい。次行きましょう。前田刑事郎利益。あ、ちょっと、やべ。セリナじゃん、これ。今気づいたけど。いいなぁ、セリナ。やばくないですか、セリナ。だって、セリナって確か SP 回収がすごいことになるんですよ、多分。235でしょ。やばいだろ、セリナは。はい、次行きましょう。前田刑事、二郎利益。どういうことなんでしょうね。こちらもパチンコですかね、わかんないですけど。はるかちゃんということで。よろしくお願いします。さすがにね、無言に対しては僕も、戦闘力ゼロになりますね、正直。はい、次、ハグリンさん。お、ディートリヒさん、いつも動画見てますよー。マジっすか？俺、超嬉しいんですけど。そんな俺もハグリンさんのこといつも見てましたよ、正直。正直ね、初対面じゃないですからね。俺ははっきりハグリンさんのことは、もう正直、3週間前ぐらいから目つけてましたよ、正直言ってね。本当に。だから、ハグリンさんが思ってるより俺はハグリンさんのことを見てますからね。まあ何を言ってるのかは、皆さんね、おのおのでね、解釈してくれればと思います。はい、次行きましょう。はぐみさん、本当にありがとうございます。すごく嬉しいですね。コメント欄に、こう、いうことを書いてくれる人がいるとね。まあ、こういう風に書く場所ではないとは思うんですけど、メッセージができない分ね、ここでこう、やりとりできるのは僕としてもかなり嬉しいです。はい。次行きましょう。コマさん。ゆかペロした回数。あ、これもでもこの前やったな。はぐみさんで切ると。ということですね。はい。おうほ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 う。ですね。これ多分終わりかな、今回は。はい、そうですね。はい。まあ、今回はね、この辺でね、終わりたいと。256だからまだまだ全然いけんな。はい。この辺でね、終わりたいと思います。まあね、メッセージ。バンバンね、くれれば、俺もバンバンね、1位割るたび100で返していくんでね、まあ嘘ですけど、結構メッセージだとね、お堅いキャラになっちゃうんですね、僕。意外と、もう気づいてる人は気づいてると思うんですけど、結構お堅いでしょ。意外と緊張しいなんですよね。
はい、そんなことはどうでもいいんで、長くなるとあれなんで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。